磯野伊佐夫子、磯野伊佐夫子10月25日から1981年5月31日は、日本の実業家、政治家、商人、神奈川県多額納税者、神奈川県吉樹郡豆戸村出身、吉田五三の四男で、上郎ろ介の弟、聖火の吉田家は、醤油醸造業を営んでいた。磯野国志郎の養子となり1920年、分家した。 1900年、横浜商業学校を卒業し、横浜商金銀行に入った。陸軍三等軍理に任せられ、第一師団経理部,部員として、日露戦役に従軍、陸軍二等指揮に任せられた。輸出入賞、丸二紹介を起こし経営した。貿易賞を営んだ。貴族院多額納税者議員選挙の五選資格を有した。1928年の、 第16回衆議院議員総選挙で、神奈川県第一区から立憲政友会所属で立候補して当選し、衆議院議員を一期務めた。ジャパンモーター代表取締役、上新銀行、横浜市外自動車、東新冷凍工業、土地建物管理各取締役を務めた。1934年、立憲政友会神奈川支部長に挙げられた。 1938年6月24日、貴族院多額納税者議員に任じられ、交友クラブに所属して活動し、1946年5月14日に辞職した。戦後神奈川総合銀行会長、ラジオ、関東社長、横浜商工会議所会頭を歴任した。1964年、君に陶髄法省受賞。1965年、 横浜文化賞受賞。1981年102歳で亡くなった。住所は神奈川県横浜市中区吉田町、同市道区根ギ市町。ありがとうございます。